ドクツルタケは、原タケ目天狗タケか天狗タケ属のキノコ。日本で見られる中では最も危険な毒キノコの一種であり、最大限の注意を要する。白子毒、鉄砲タケ、やたらタケの地方名がある。北半球一帯に分布。初夏から秋、紅葉樹林及び新葉樹林の地上に生える。中型から大型で、色は白。湿っている時はやや粘性がある。 柄にはツバとツボ、そして、ささくれがある。傘の縁に乗船はない。水酸化カリウム3%液を傘につけると、応変する。胞子はほぼ休憩。白鶴竹や、タ竹科などの白い食用キノコと間違える可能性があるので注意が必要である。例えば、白大タ竹と、毒鶴竹は、見かけは、ほぼ同じであるが、ツボの有無。 ヒダの色などから見分けることができる。猛毒の白玉ゴテングタケとは、水酸化カリウム溶液につけても変色しないこと、柄に、ささくれがないことなどから、区別できる。欧米では、破壊の天使、殺しの天使という異名を持ち、日本においても、死亡率の高さから、地方名で、やたらタケ、鉄砲タケなどとも呼ばれる。また、 同じく猛毒の白玉ゴテングや玉天狗竹グと共に猛毒キノコを酸化と称される。毒性が極めて強いため、素人は白いキノコは食すのを避けるべきとする人や、キノコの会もある。ただし誤って食べた場合の食感はよく味も美味とされる。毒成分は感情ペプチドで甘シン類、ファロシン類、ビロシン類、 ジヒドロキシグルタミン酸などからなる。その毒性は、一本で一人の人間の命を奪うほど強い。接触から6から24時間で、コレラ様の症状が起こり、1日ほどで収まったかに見えるが、その約1週間後には、肝臓や腎臓の組織が破壊され、激症肝炎様の症状が現れる。早期に、胃染状や、 血液透析などの適切な処置がなされない場合、感性昏睡を起こして死に至る。また、運よく助かっても、重篤な後遺症が残ることが多い。ありがとうございます。